高橋周平、代打では対応できないがスタメンならいける。中日の高橋周平内野手が21日、名古屋球場に隣接する選手寮、昇竜館で契約公開交渉に臨み、現状維持の年俸6750万円でサインした。今季について、思い描いていたシーズンではなかったですし、何かしたかなという思いですと振り返り、来年は1年間しっかり試合に出たいですと話した。14打点で、得点圏打率3割4分1厘だが、いつ代打で出るかわからないし、自分の打撃の状態もわからない。毎日、試合に出るってわかっていれば、対応できるがこれじゃダメと理解できなかったと、代打での18打席に苦しんだ。何かしたかなで6750万もらえるとか詐欺やろ。減俸なしの複数年だったとしか思えんね。フルで使えば2割8分、10本ぐらい打つやろ。石川押しのけてまで使うか言われたら微妙やけど。ここ3年間全打席で7本やぞ、そんな打てるわけない。ほんと印象にない、複数年ってあかんわ。スタメンだとさぞかし打ってるんやろな。石川復帰するまで1ヶ月スタメンだったよね。本人の望み通りスタメンで使って復調したとしても OPS700 が限界やろ。まあリズムがあるって言いたいのはわかるけどさ。何かしたかなじゃないわな。どうにも危機感がないというか、